お久しぶりでございますですね。実はまあ、何があったんだろうなっていう人もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、約49日、まあ、だから50日ぐらいですね、私あの活動まあ全くしておりませんで、実はまあ母親がね、亡くなりまして、49日を昨日になんとまあ一応終えました。満中院なんて言ったりしますけれどもね。なんで、その7回目の7日の周期を終えて、やっとまあまああの仏教的には母親は、まあちゃんとまあなんか成就したみたいなことらしいんですよね。まあそれまではもう喪に服すという形で、私まあずっとね、ただ押すばっかりする毎日でございましたけれども、50日目にして、やっとまあ皆さんにちょっとねご挨拶しようかなと思って生放送を撮らせていただきました。今後ってことでちょっとじゃあ話しましょうか。明日以降ですね、私がどうするのかっていうところ、まず一個考えておりますのは、まあちょっと一回動画を撮ってみようかということをまず考えております。まあゲームは一応買ってございます。で、まあそのゲームを一回やってみて、まあ、軽くね、本当にもう何も味付け、もしかしたらもう下味しかされてないような動画になりますけれども、ちょっと動画をまず上げていければと、明日上げられれば上げますということになります。また生放送に関しても、まあ、Twitch の方で私生放送を、まあ、最近って言っていいんかどうかわからないけれどもね、しておりましたが、あの、ある一つの企画じゃないですけれども、その動画がちゃんと板についたなと、まあ、慣れてきたなと思った時に、私、バロラントで、イモータルを目指します。で、このバロラントイモータルを目指すという企画に際しまして、イモータルの手前、アセンダントというランク。このランクに、いければなと思ってます。そのために私サブアカで回してございますが、アセンダントに、メインアカで行くってちょっと過程もいります。なんでちょっと時間がかかります。そこに行くまでにちょっとどうしても時間がかかっちゃいます。この時間をちょっとその動画で埋められればなと。だから FPS を定期的にちょっと一回やる企画として、あのツイッチは置いてるけれども、今月中ってことはまずないだろうなと、あの、思っといていただければな。できれば来月にはそれちょっとやってみたいなと。1ヶ月ぐらいね、あの、今から1ヶ月以内ぐらいにはそういう期間というか、そういう企画を一回やってみようかなと思ってますね。イベントもね、もしあれば出ます。例えば来月にもしあれば、来月のやつはまあ呼ばれればですけど出ますし、再来月にもしあったとしても、別にまあ急な話で言えば今月の末にあったとしても、出られるものであればね、私が何かお話いただければ私は出るつもりではいますので、なんでまあイベントとかなんかば出るってこともあるかもしれないですね。まあまあでもやっぱ動画で私は始まりましたから、この活動が、皆さんもね、いろいろご心配かけてしまった方もいらっしゃるでしょうし、なんかそうね、ありがたいコメントを言ってくださる方も最初おられました。本当に、申し訳ないとともにありがたいなという気持ちでいっぱいではございますが、まあ私自身年齢もね減ってきまして、まあ、その年齢を言い訳にせずに何かチャレンジするってこともしたいなっていうくらいの年齢にはなってきましたので、やっぱなんかエンジン全開っていうわけじゃないですけれども、まあ、これが私のニュートラルですんで、やっぱこう活動というものが、まあ、それがどんどんギアが弱くなってきたとしてもね、やっぱ自分なりに何かしようかなって思うときに、やっていくっていう活動をやっぱ続けようかなと、まあ、こうふつふつと思う、そんな49日間でございましてですね、まあ、今日は軽く挨拶とういうことですんで、まあ、全然やっぱ喋れれないものですね。やっぱ僕口下手なんで、そもそもが。ただ、まあ、これからまた一つこういう口をね、もう少し、滑らかに、そして、テンポよく小気味よく回していけるような雑談、さらにはゲーム配信、そしてひいては実写、これをねやっていきたいなと。もう年ですんで、それこそカフェちゃうわ、バーカーもしましたし、部屋も見せながらでも、私を見せながらでも、まあもう本当にどん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 言っていいのであれば、外配信なんかもできるならばしたいなと思うことはありますんで、徐々に、やっていければなと思っております。それでは本日の生放送もこれにておしまい。